国総判は、大韓民国の軍人、公務員、大統領警護室、第9代室長、民主平和統一諮問会議事務総長などを歴任した。文政孔事件1943年、ソウルに生まれたが、朝鮮戦争中は、中西北道奥戦軍の親戚宅に避難していたので、奥泉出身として扱われることがある。城南中学、高校で、柔道、 アイキドボクシング、フェンシングなどをした。高来大学広報科大学を1964年に卒業し、海兵隊へ入隊。1967年には、第2海兵旅団第5大隊の m 4 0 1 0 6ト、mm、ル無反動砲小隊長として、ベトナム戦争に参戦した。1969年、海兵隊隊員として、予備役に編入された後、 牧省系警護室長の勧めにより大統領、警護室の公開採用を一気に応募、警護員として採用される。訓練の後、1970年から青瓦大で勤務。1974年8月15日、文政公事件に遭遇。当時撮影された写真には、牧政紀大統領が身を隠した演壇の前に立ち、拳銃を抜いて、 客席の方へ身構える牧総判の姿が映っている。1979年10月26日、牧正規暗殺事件に遭遇。当時随行係長だった牧総判は、宮井道悪化の厨房で銃撃され、重傷を負うが、事件に合わせた警護員のうちでは、唯一の生存者となった。1981年、全都間大統領訪米の事前調査中に車両が、 転覆する事故に遭う。1983年10月9日、ラングーン事件に遭遇。この時は直接の被害を受けなかったが、部下二人が死亡した。1983年から1990年まで、警護所長。1990年から1992年まで、民主平和統一諮問会議事務次長。1993年から1994年まで、 警護室長を務めた。警護室長在任中は、金ン・ヨンサム大統領の息子金建ケと対立した。金建ケが、金ン・ヨンサムの施設警護員出身者を警護室に特別採用するよう望んだが、それに、牧総班が反対したことが対立のきっかけだった。1994年から1997年まで、民主平和統一諮問会議事務総長、 1997年から1998年まで国家法勲書長官。その後、民主平和統一諮問会議小学会理事長を務める。ありがとうございます。